束した。俺の根室になったやつはそうする決まりなのさ。ゲッホゲッホ。ほらあの方よ、町にやってきた新しいお医者様。噂にあふれた南の国、そこは一人の作家が描いた世界。自分勝手な物語はやがて一人の女性をあぶり出す。お嬢ちゃん、絵本のような世界の中に心に灯る火が二つ。噂が飛び出す島のあの日の二人の物語。ミジンコターボが送る世界で一番身近な絵本のお話、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。